第二の人生はそれなりに充実しています。まだあの世界で自分が何をしたいのかはよくわからないんですが。でも繋いで歩きたいなぁ。なんて、初めて会った時から私を女の子として見てくれていた。その時私は東野さんへの気持ちに気づいたんです。自分の相手はこの人だと思いました。約束よ、破ったら私にもいやらしい下着を買ってもらうからね。勘弁してください。まさか適当にちょいちょいと見に行ってサクッと帰ろうとか思っているんじゃないでしょうね。なぜわかった？小生のパンツの色を当てるであります。アホかドッキング、なんかいやらしい。いいからさっさとやりゃ。